皆さんこんばんは。毎週日曜日夜9時から30分間 FM 那覇のスタジオでお届けしています、ユッキー校長の沖縄サンデードライブ、放送第24回となります。今週もアクアドライビングスクール沖縄本校校長の与那嶺幸弘が、移動のできる自由、ご自身で運転ができることで広がる可能性、小さな喜びと幸せをコンセプトにお話していきたいと思います。はい、で先週はちょっとカブトムシの話をしたんですけど、また別ですね、その前にもちょっとお話ししたんですけど、この長女と次女がですね、ハムスターを飼って、まあ、ゴールデンハムスターですね。でそのゴールデンハムスター、オスとメスを飼って1匹ずつ別々のゲージで飼ってたんですね。で徐々にゲージを近づけていって、お互い相性がいいかとかですね、ちょっと確認しないといけないとか、なんか本とかね、ネットで調べたらあったので、徐々に近づけていってね、ハムスター用のなんかボールがあるんですよ。そのボールの中に入れてなんかコロコロ、ね、走って回るみたいな。でそうするとこの2匹別々のボールに入れてたら、どんどんやっぱ近づいていくんですよ。近づいていって、あ、この子なんか匂いした子だなみたいな感じでね、なんかクン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 ってやったりとかやって、で大きなこのなんですか、箱の中に 1匹はボールの中にいて、1匹はその放し飼いにしてたら、やっぱそのボールにどんどん近づいてって、お互い相性がいいのかなみたいな感じで思ったので、先週ですかね、ちょっと2匹一緒のゲージに入れることにして、で様子見てたら、なんとこのメスの方が妊娠したかなって、なんかやっぱで妊娠した後にまた別々のゲージにしてたら、やっぱ今までとちょっと行動が変わって、このやっぱメス独特のね、妊娠したこの自分の体を守るために柔らかいこのクッションだったりを集めてきて、ちょっと山作ってその中に潜ったりとか、ちょっとなんか変わった行動をしてきて面白いなと、ね、思って、ね、みんなで見ております。はい、で無事にね、赤ちゃん生まれてきたらいいなと思っております。はい、今日はですね、一発試験とかオンラインスクールについてお話していきたいなと思っております。はい、メッセージもお待ちしております。アドレスは office@aqua-driving.okinawa office@aqua-driving.okinawa です。それではユッキー校長の沖縄サンデードライブ、今週もご一緒ください。この番組は一生使える運転技術を提供し、皆様の安全安心幸せな毎日を全力でサポートするアクアドライビングスクールの提供でお送りいたします。 FM 那覇 78.0MHz、あなたの夢を叶えるラジオ。この番組は運転をテーマに、運転のコツや明日から行けるドライブコース、一発試験合格のポイントをお話していく番組です。はい、今日ですね、オンラインスクールについてお話していきたいなと思っております。で、あとそのオンラインスクールといっても、免許を取得するための一発試験をまた合格に導くためのオンラインスクールとなっております。はい、よろしくお願いします。で、そのオンラインスクールなんですけど、まあどういった方が通うかっていうと、ね、何らかの形でやっぱ教習所に通えない方かがね、このオンラインスクールに通っております。はい、であとは仕事がですね、どうしても忙しくてちょっとね、休みが取れなかったりとかですね、教習所に行く時間がないっていう方ですね。あとは子供がですね、まだ小さくて、ね、手が離せない、ね、方、
私は分かります。まあ子供が4名いるので、その小さい時ってね、なかなか手が離さなくて、まあバタ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 して、気づいたら夕方になってるとかね、ありますので、はい、そういった方におすすめしております。で、あとはですね、やっぱ休みの時間は休みで、家族の時間を大切にしたい方が通っておりますね。あとある程度ですね、運転はできていて知識だけ欲しい、教えて欲しいなっていう方だったりですね、あと教習所に通ってたんですけど、仮免ギリギリまで行って、やっぱね、先ほど言った忙しくて期限がなくて期限切らしたとか、あ、時間がなくて期限切らした方ですね。あとはもう仮免は取ったけど、まあ、9ヶ月過ぎて期限切らした方、はい、あともう少しだったよという方がこのオンラインスクールに通って、さらにね、ちょっと一発試験の知識をつけて、で最後に私と実際に教習をして、それからさらに運転でも知識を深めて一発試験に合格してもらうという形です。はい、よろしくお願いします。で、まずそもそもですね、その一発試験どこで受けますか、うん、まあ今ですね、前は那覇の西町にあった免許センター、試験会場ですね、そこであったんですけど、今お引越しをして、まあ豊見城市豊崎にある免許センター、まあ綺麗な建物になってますね、そこになっております。これ引っ越したのが2011年1月なので、まだまだ綺麗です。はい、でまあ学科試験技能試験ともにそこで受けることはできます。あとですね、名護文、沖縄本島だったら名護文工さんでも、はい、学科試験だけは受けることができます。あと宮古文工、八重山文工でも学科試験は受けれます。まあ、技能試験に関してはまた沖縄本島に来て受けなければいけません。はい、であとですね、この免許センターで行う一発試験、まあ、一発試験ってよく言うんですけど、まあ、中にはですね、飛び込み試験とか一発免許だったりという方も多いです。はい、で、まあ、この運転免許センターですね、免許を取得する方法を、まあ、これを一発試験って言うんですけど、その一発試験って本当に1回の試験で、1回の試験を合格したら免許もらえるのっていう質問がよくあります。まあ、そうではなくて、試験ですね、実際には4回ですね、4種類の試験があります。その4種類の試験に合格しなければいけません。で、どんな試験があるかというと、仮免のまず学科試験です。で、これ合格した人は次に適性検査なんか、視力ですね、両目で 0.7 以上あるか確認して、次に仮免の技能試験を予約制で受けることができます。で、仮免の技能試験合格した方は仮免許証をもらえますね。で、仮免許証をもらって路上の練習もしながら、路上練習申告書っていうのがあるんですけど、そちらを記入しないといけない、練習した後に記入して、それを5日以上、ね、それを5日以上練習をして、その申告書を持って、今度は本免の学科試験です。本免学科試験、うん、で本免学科試験合格した人は次に本免の技能試験に予約制で受けることができます。で、その4種類、ね、を合格して初めて、ね、まあ、免許証をもらえるんですけど、なんで一発試験っていうのかっていうと、まあ、練習なく、まあ、教習でカリキュラムですね、それなくてそのままもう試験に受けれるということで一発試験と呼ばれているようです。はい、であとはですね、どれぐらいで取得できるんですか、まあ、教習所だとね、結構時間かかっちゃうんですけど、なんかその4つの試験毎日受けたらね、すぐ1ヶ月以内で取れるんじゃないですかみたいな感じがあるんですけど、まあそうではなくて、試験受けて大体ね、込み具合にもよるんですけど、学科試験合格して技能試験の予約取るんですけど、その技能試験予約取るのが大体2週間後か3週間後ぐらいにしか今取れなくて、そしたら、まあ、これ合格したいんですけど、もし不合格だったらまた2週間後とかなるので、ちょっと時間がかかってくるかなっては思います。でも最短でですね、うまくいけば、あ、すいません、はい、うまくいけばですね、最短2ヶ月というお客様も私たちはいました。はい、
で、その2ヶ月を目指してみんなで頑張ってほしいなと思っております。はい。で、まあ、この、まあ、教習所に通わなくても2ヶ月で取れるっていうのが、まあ、人気の高いところで一発試験がありますね。で、まあ、その一発試験、どんなのがこの免許センターでどんな一発試験が受けれるかしたら、まあ、普通一種免許はそうですけど、大型一種、中型一種、準中型とかですね。あとは大型二種、中型二種、普通二種、あと小型特種、原付もそうですね。あと牽引免許だったり、大型自動二輪、普通自動二輪ですね。で、あとは小型自動二輪の免許も一発試験で取ることができます。はい。で、私たちアクアドライビングスクラム普通一種ちょっと専門でやっておりまして、その普通一種の方に対応しております。はい。で、まあ、あとですね、このどんな人がですね一発試験を受けるかというと、一発試験こう免許取り消しになった人が受けるものというイメージがありますけど、あとは交通違反と、この交通事故により、まあ取り消しはもちろんですけど、あと免許更新を忘れてしまった方、うっかり失効というんですけど、そのうっかり失効をした方も受けることができます。はい。で、うっかり失効の例だとしても、そうですね、例えば半年以内半年以内であればすぐ適正検査を受けて発行してもらえるんですけど、半年と1日過ぎた、1日過ぎたですね、と1年以内の人は仮免許証がもらえます。うん。仮免許証をもらって、じゃあ1人で運転できるかしたら、仮免許証って運転1人でできませんね。車の前後に仮免練習中というプレートも貼って、助手席に免許を受けて3年以上の人を乗せなければ運転することができません。で、しかもそれは通勤目的とか買い物目的ではなくて、練習を目的とする運転なので、はい、これで買い物行ってはいけませんね。はい。で、そういったこの運転のうっかり失効をした方ですねが受けることができます。で、あとですね、この教習所と、まあ、一発試験のちょっとした比較なんですけど、教習所だとだいたい沖縄県内平均でですね20万から30万かかります。で、期間がですね平均6ヶ月で、難易度は普通です。はい。で、一発試験の場合ですね、費用がですね、一番もう全部ストレートでいくと26,300円、これ講習手数料なんかも全部、交付手数料も入ってます。講習手数料、交付手数料ですね。あとで講習とはちょっとまた後で説明します。はい。で、あと期間がですね 2,3 ヶ月で取ることができます。はい。難易度は、はい、教習所に比べてかなり難しいです。はい。で、まあ、難しいと言っても、まあ、その容量を抑えてれば通ることは通ります、ね。で、あとですね、教習所のちょっと費用ですけど、南部中部北部で、まあ、各教習所によって料金は変わってきますので、そこら辺教習所に通う場合は電話等で調べてみてください。資料請求とかもできると思いますので。はい。で、あとですね、期間ですね、期間はもうあくまで目安です。で、あと自動車学校の混み具合だったり、ね、自動車混み具合って言ったら繁忙期ですね、学生さんが増える11月からちょくちょく増え始めて12月3月までかな、かなりいっぱいいます。そういったところは時は結構乗れないので期間かかってしまいます、どうしても。で、あとは免許センターの方も混み具合によってはちょっと次の技能教習の予約が3週間後、4週間後とかなってしまいますので、はい、早く取れる人もいれば、ね、まあ、ちょっと期間かかってしまう方もいるんですけど、はい、まあ、どっちもどっちかなと思います。はい。で、あとはですね、学科試験、さっき言った、試験の手数料ですね、ストレートでいけばですよ、だいたい試験代金で1万円ぐらいでいけます。で、あとこの講習手数料っていうのが、普通車取得時講習っていうのがあります。免許取った時にそれが1万円弱かかります。あと応急救護処置、これも絶対必要なので4000円ぐらいかかります、ね。で、それ合わせてトータルで26,300円、ストレートでいけば。で、それが不合格、学科試験とか技能試験不合格になると、それにプラスアルファ料金がかかってきます。はい。で、あとがですね
がすいませんね。あとこの学科試験、技能試験があるんですけど、その技能試験は仮面と本面があって、この仮面の技能試験が一番難しいと言われてますので、その仮面の技能試験はちょっとまた後半でお伝えしていきたいなと思います。一旦 CM いきます。この番組は一生使える運転技術を提供し、皆様の安全安心幸せな毎日を全力でサポートするアクアドライビングスクールの提供でお送りいたします。毎週日曜日夜9時から30分間 FM 那覇のスタジオにお届けしております。はい、後半はですね、先ほどの続きで この仮面技能試験取るまでですね、で仮面技能試験取るためには結構一番難易度が高いと思っておりますっていうか、お客様の状況を見ても一番ね、ちょっと不合格が続くところです。そこはね、でそこを不合格をなるべく最小限で抑えるために、私たちがやってるのは日曜日、免許センターの日曜日ですね、第2第4日曜日ね、開放日って言って一般の方にコースを開放しております。でただそれはですね、予約制になっておりますので、それはまた私たちのホームページで解説載ってますので見てください。はい、そこで予約を取ってもらって、その1回の使用料がですね3500円、また別途出るんですけど3500円で、コース本当に1台貸し切りですと、車を借りれますので50分間、でそこに私も一応同乗して実際の試験コースを走るっていう、仮面の試験コースを走っていきます。でその試験コースすぐじゃ走ってっていうのは結構難しいんですよ。でそこで何をするかしたら、私たちのオンラインスクールで仮面の技能試験を受けるためにはこういった手順でやりますよ。例えば乗り降りの動画だったりですね、シートの調整、ミラーの調整で発進の手順だったりですね、そういったのを全部解説しております。はい、その正しい手順を覚えてもらって、ある程度イメージしてきてもらうんですね。でじゃあその走り方だったりも、交差点右左折するときは何メートル前でしたよねっていう話を全部解説しております。じゃあここぐらいか安全確認して寄せてくださいね、左折するときのスピードはこうですよ、大回りしないでください、膨らまないでくださいと全部解説しております。はい、そうするとこういったことで減点されますよとか、はい、そういったのを覚えてもらって、で実際にじゃあこの予約が取れた日曜日の開放日に練習をしていきます。はい、すぐそこで教えるよりもその事前に知識をつけてるのですぐ走行が可能なんですよ。でまたそのコースの図面も差し上げてて、このオンラインスクールの中にコースの図面、コースの動画ですね入ってるので、それちょっと照らし合わせながらコースを走ってるイメージしてもらうって、それがかなりでかいです。またこの日曜日の練習日にちょっと動画撮影してるので、その動画撮影してる練習風景、今まで卒業してきた方、合格してきた方の動画も見れるってね、予習プラスこの参考にできる動画がいっぱいあるっていうことです。はい、であとですね、この日曜日の開放日取れない方はですね、結構予約がいっぱいなんですよ。取れないので、取れないで全限定はしないですけど、取りにくいので、取りにくい時はキャンセル待ちして、キャンセル待ちしたら、ね、空きが出たら電話かかってきますの で、 でそれでも乗れない方です。はい、で乗れない方は私たちですね、八重瀬町にある沖縄カートランドさんと連携してまして、そこの練習コースを使ってですね、教習所みたいに車線が引かれてるとか S 字があるとかではないんですけど、このサーキット上ちょっと広いので、そこでここに車線がありますよね、じゃあ車線変更しましょうね、その時には安全確認ここのタイミングでやるんですよとかね、いろいろで停止線がある想定しましょうとか、
いろいろあのカラーコーンとか置いてですねやるんですね。そうすることでやっぱ知識が上がるし、ね、運転の技量ちょっと忘れかけてた部分を思い出せるっていうことで、ね、やっぱ合格率は上がります。そこだけで合格した人も中にはいます。はい、オンラインスクールプラスカートランドさん、もしくはオンラインスクールプラス日曜日の開放日でさらに合格率を上げていっております。はい、であとですね、このやっぱ一発試験ってね、どうせ何回か落とされるでしょうとか、飲酒でちょっと取り消しになった場合はもう絶対10回以上落とされるんじゃないですかとかいう質問もあるんですけど、そんなことありません。はい、私は弊社のですねこのオンラインスクール生ですね、一発で合格する方もいました。はい、でそういった取り消し、まあ何らかの事情でですね飲酒だったりとか、はい、の方も一発合格を出しております。はい、であとですね、この自分自身の癖に気づいていない人が結構多いです。はい、最近もですねちょっと練習をしてて、あのよくあるのがもう打ち掛けハンドル、本当はハンドル回すとき外側掴んで持ち替えていくんですけど、その内側掴んで回す最初の1回目ですね、左折するときも右折するときも内側掴んでグッと回す打ち掛けハンドル、これをやってるけど、で今打ち掛けハンドルしましたねって言ったら、本人はいややってませんって言うんですよ。いややってましたよって話したけど、いややってないですよって話して、じゃあしばらくしてまた回ってたら、パッて打ち掛けしようとした時に自分がハンドルパッて止めたんですよ。したら今手見てくださいって言ったら、内にかかってますよねって言ったら、本人やっとそこで、あ本当だ自分打ち掛けハンドルしてるんだって、そういったことで癖がね見抜いていくっていうことですね。自分ではこの無意識でやってることはねわからないんですよ。そこを私たちプロが見抜いて直していくっていう形をとっております。オンラインスクールで勉強して、ね、実写でこういう癖を見抜いていくっていうスタイルをとっております。はい、まあ独学で言ってもいいんですけど、この時間と、はい、金額のちょっと無駄かなと思っておりますね。無駄になってしまいます。まあ特に時間ですね、時間でも、まあ、下手したら2週間後3週間後、それを10回落とされたら30週ぐらいかかります。はい、結構大変ですので、まあ最短でね分かりやすく勉強して受かりましょうということです。はい、なのでオンラインスクールをおすすめしております。はい、であと学科試験もそうなんですけど、学科試験もあのオンラインスクールの方で、分かりにくいポイントだったりとか間違いやすい引っ掛け問題だったりをちょっと解説しております。で技能試験ももちろんこの動画で全部入れておりますので、はい、で特に最近ですね路上試験は結構10コースまであって、結構覚えないといけないですかっていう質問も多いです。まあ覚えなくてもいいんですけど、ある程度のポイント、絶対ここを通る危険なポイントがあるんですね。そこを解説しておりますので、でまた自分アクアの方でちょっとコース図もプロにお願いしてちょっと作らしたので、そのコースを見ると自分もちょっとびっくりしたんですけど、まあ、めちゃくちゃ分かりやすいっていう、そのコース図だけ見ただけでも解説もちょっとついてるので、あここ気をつければいいんだなとかね分かりますので、結構それもおすすめしております。はい、でオンラインスクールプラスコースの図面、さらに実写で私の学生を見抜いていくっていうね、でことで合格率を上げていっております。はい、で先前半で言ったんですけど、まあ、どういった方がこのオンラインスクールに通うかというと、はい、何らかの理由で教習所に通えない方ですね。であとは仕事が忙しい方、子供が小さくて手が離せない、で家族の時間を大切にしたい方、ね、ある程度運転できるけど知識が欲しい方、はい、で教習所に通っていたけど期限が切れた方ですね、まあ、諦めないで免許を取得してほしいなと思っております。はい、であとはですね、この一番いいのはやっぱり今まで合格してきた人の動画が見れるっていうのが一番大きいかなと思います。はい、こういったのをねこの人を参考にしたら、あこのレベルでこのやり方で、はい、合格できるっていうのが分かってきますので、はい、よろしくお願いします。はい、であと無料相談も受付しております。で無料相談の方法としましては、1つ目です、
アクアドライビングスクールで検索してください。そしたらホームページが出てきますので、そのホームページよりお問い合わせフォームよりメッセージを送ってください。で、2つ目は公式 LINE をこのホームページより取得して、この公式 LINE のトーク画面下ですね、リッチメニューという6つのメニューがありますので、その中に無料相談受付中という枠があるので、そちらをクリックしてメッセージを送ってください。で、1つ目と2つ目に関しては3営業日内に事務局から返信のメールが届きます、はい、で、3つ目は直接お電話ください。電話番号は 080-4273-8131 080-4273-8131 です。はい、で、ただ電話の場合は講習中は出ることできませんので折り返します。あと、なので公式 LINE をおすすめしております。はい、で、それでは CM です。FM 那覇のスタジオからお届けしていましたユッキー校長の沖縄サンデードライブ、はい、今週はですね、オンラインスクール一発試験についてお話ししました。はい、で、仕事が忙しい方、子育てが忙しい方、オンラインスクールに通って免許をねスムーズに取ってみませんか。で、もしくは周りにですね、こういったスクールもあるよって教えてあげてもいいかなっております。はい、よろしくお願いします。はい、では今週も安全運転でお過ごしください。また来週の日曜日夜9時にお会いしましょう。パーソナリティのユッキー校長でした。